汐止タワーは、東京都港区東新橋にある、超高層複合ビル。上層部にザ・ロイヤル・パーク・ホテル・アイコニック、東京汐止下層部に、資生堂汐止オフィスが入る。第43回空気帳は、衛生工学会賞、2004年度グッドデザイン賞、第17回日経ニューオフィス賞、ニューオフィス推進賞、第38回、SDA 賞を受賞。 旧国鉄塩止め貨物駅跡地などからなる大規模再開発エリア、塩止め塩サイトに企画、設計から施工まで鹿島が一貫して手掛け、オフィス及びホテルを収容する超高層複合ビルを建設。3年余りの月日を費やし、2003年4月に地下4階、地上38階の塩止めタワーが竣工した。上層部に、ホテル、下層部に、 オフィスがあるため階高がタワーの中間で変化し、低層部は外区間、特に隣接する日本テレビタワーと連携したタワー間の広場計画や、それに面した商業施設を配置。1階にはホテルオフィスの独立したエントランス車寄せを設け、各シークエンスに応じたランドスケープなども構築した。外装には愛知県常滑で焼かれたテラコッタタイルを使用。 テラコッタはオフィスを構える化粧品会社の資生堂らしい素肌を連想させる素材でもある。ロイヤルパークホテルズチェーンの一つとして2003年7月1日に開業。2020年4月1日、リブランドに伴いザ・ロイヤルパークホテル東京塩止めからザ・ロイヤルパークホテルアイコニック東京塩止めに改称した。地下2階にスパ、ジム及びショップを置き、 1>, 1階に専用エントランスを廃止、24階から上がホテル。客室数は490室。銀座などに点在していたオフィスの統合を目的に、知的生産センターと位置づけた本社機能を有するオフィスを、塩止めタワーに設けた。新社屋を作るからには、先進的なものをという池田森尾社長の意向で、オフィス会を上下一括りにし、その中央を吹き抜けにした。 オフィスガーデンと呼ばれるオフィス構成が採用され、4階から21階までの9組が2層吹き抜けとなっている。そこは、海側の床から天井までのガラス兵器が開放感を演出し、板敷きの床にはソファーや椅子、テーブルを並べ社員のためのリラックスとコミュニケーションの場として使われる。ありがとうございます。